はい、おはようございます。柳田です。今日もですね、運転をちょっとしながら行こうと思うんですけども、まずは出発したいと思います。なんかすごい天気が良くって、昨日まで雨降ってたんですけど、なんか雲一つない快晴みたいな感じですね。それでもう暑すぎて、今エアコン冷房入れてるんですけど、車内も今まだ、もうでも3月か、もう春ですね。春ですねって感じです。今がお昼のね12時ぐらいなんですけども、今出勤してるんですが、なんかYouTube と、まあ、そのなんかこの古物市場のことを発信するっていうことで、発信してるので、もうこっちにですね、僕は力をかなり集中してるんですけれども、そのせいでですね、自分自身のその転売とかね、そっちの方の売り上げがですね、非常にやばいというね、めっちゃ激減してるんですけど、このね、今が3月の11日なので、なんかね、この辺でそろそろ気合い入れて売り上げを作る行動をしないと、今月の売り上げが本当にやばいことになりそうで、焦ってるんですが、どうしようって感じですね。本当に毎回何ですか、月末にこの売上申請のね、売上の報告の公開、売上の公開の動画をアップしてるんですけれども、今月はちょっと激減したやつを、ま、2月も少なかったですけどね、3月も結構少ないんじゃないかなと思ってね、ちょっと焦ってるんですけど、だから今日はちょっと売上を作る方に力を傾けようかなっていうふうに思ってるんですが、あとね、やんなきゃいけない作業がちょっと結構あって、困ってるんですよね。本当になんかどうしても後回しにしちゃうんで、少し前に金券とか株主優待券の話もちらほらしてると思うんですけど、あとその鉱物商の免許を取ったら自分自身で買い取りができるようになるので、その買い取りのねカテゴリーの一つに、まあ、金券ですね、金券と株主優待券っていうその選択肢が、出てくるんですけども、まあ他にはね、まあ、リサイクル品全般の買い取りと、まあ、ブランド品の買い取りと、ただ貴金属の買い取りと、そして金券っていうような感じですね。まあ主にもうこれぐらいしかないと思うんですけど、これで車と不動産以外のものは全て網羅できてるんじゃないかなとは思うんですが、金券はね、正直言って今度ノートの方にもアップしますけど、利幅がすごい狭いんですよね。で、一つっていうか、1枚買い取りして出る利益が本当に50円とかね、そういう世界なんですけど、そもそもその1000円とかの価値があるものを安く買い取れないじゃないですか。商品券なんで、だいたいその全国共通券わかりますかね、百貨店、百貨店の共通券、全国共通券ってやつがあるんですけど、額面1000円なんですね。1000円とか、あとその審判系のやつ、JCB とか VIJ とかね、そういうやつとか、そういうやつですよ。あれも、額面1000円で、まあ、普通にお店で1000円分で使えるじゃないですか。で、あれを、まあ、現金化ねするときに、そんな安く買い取れないんですよね。もう例えば1000円の商品券をね500円で買い取るって言ってね、売ってくれる人いないですからね。だから1000円の商品券買い取ろうと思うと、もう少なくとも900円以上の金額をつけて買い取りしないといけないわけですよ。そうするとね、1枚あたりのその出る利益が50円とかね、60円とかそんなもんしか出ないんで、利幅が狭いんですよね。数をこなすとプラスになってくるけどっていうような感じですね。で、逆に他に
利益が出やすい金券類でいうと、まあ、切手とかね、切手は結構ちゃんとやれば利幅が取れるんですけれども、まあ、切手もシート状のやつなのか、そのもう使っちゃってバラの状態なのかっていうので、だいぶ値段が変わってくるんですけど、まあそんな感じですね。あとは株主優待券、株主優待券も少し解説してると思うんですが、基本的に株主優待券はね、飛行機航空券が結構来ますよ。JAL とか ANA とかの半額で利用できる券なんですけど、あれがね一番来るんじゃないかな。4500円とか4000円とかそれぐらいの相場だと思うんですけど、 JAL の株主優待券で、でそういったもののね、その買い取ったやつがね溜まっていくんですよね。どんどん溜まっていくんですよ。だからこれを現金化さ、また僕がしなきゃいけないじゃないですか、買い取った後に。その作業がねちょっとね手間で後回しにしちゃうんですよね。だからお金と変わらないんで、あれねちゃんとやんないとね、キャッシュフロー良くならないんですよね困ったもんですよね。でまあやり方としては、そのなんでこれ今日金券の話してるんですけど、今日別に金券の話をしようと思ってこれ撮ってるわけじゃないんですけどね、やり方としてはこれ他のところでも説明してますが、自分自身で金券買い取ったら、これをですねまた違う大きい金券屋さんに買い取ってもらうっていうような流れになってます、はい、基本的には。でまあ有名どころでアクセスチケットっていう金券屋さんがあるんですけれども、まあ基本的にあそこが一番高いと思うので、アクセスチケットに送るようなフローになってますね。はい、だからアクセスチケットにですね自分が買い取りした金券をまた送んなきゃいけないんですね。でまあポイントとしては、その買い取りの時はアクセスチケットが買ってくれる相場よりも安く買い取ればいいという話ですね。はい、だから、まあ、その買い取った金券をですねこう集計してアクセスチケットにですね送らなきゃいけないんですよ。それがめんどくさいんだよね、数えるのがはい、だから今日はねそろそろその数える作業をしたいと思ってるんですけれども、あとまあ合わせて同じような内容で貴金属もそうですね、貴金属も買い取ったものをですね送らないといけないんですけれども、これはですねまあいろいろな買い取り屋さんいると思うので、まあそこに送ればいいんですけれども、例えばネットジャパンとか、あとは何、田中貴金属は多分安いと思うな、田中貴金属はダメですね、三菱マテリアルか、あとはアプレかな、アプレ、まあこの辺の買い取り屋さんに流すっていうような感じですね。はい、先ほどの金券とか株主優待券の時と同じで、何、そのアプレとかネットジャパン、三菱マテリアルよりも買い取り額よりも安く買い取りをして、で再度そのアプレとかに買い取ってもらうっていう、まあもうこれ転売の極みみたいな転売の極みみたいな流れの話ですね。はい、ということなんですよ。で今日は何かな、別に何の話しようって決めてないんですけども、古物市場の話になっちゃいますかね。結局結構古物市場もう申請通ったよっていう人がね今出始めてて、で行ってきますっていうような連絡をくださってまして、あとまあねコロナの影響でねちょっとどうなるのかなっていうのも言われてましたけど、ぜひ何ですかね挑戦してもらいたくって、で前なんか質問でもあった気がするんですけど、このね、まあ、単純にね買い取り専門店ってたくさんあるじゃないですか。で金券屋さんもたくさんあると思うんですけど、まあ、金券はちょっとジャンルが別だからな、なんとも言えないんですけども、あとそのリサイクルショップとかありますよね。でもしかしたらね背取りとか転売をやってる人の中で、まあ、いずれなんかこの商売面白いし向いてるし自分でリサイクルショップやってみようかなっていう風に考える人がねいるかもしれませんよね。でその時にねこのね古物市場をね知ってるか知らないかでね経営がね圧倒的にねきつくなるんですよ知らないと。多分ね中にはね
いると思いますよ。そのリサイクルショップとか、なんかあの買取のお店やってて、古物市場っていうものの存在を全く知らずにやってるところ、普通にあるんじゃないかなと思いますね。で、ブランド品の買取専門みたいなやってるけど、ブランドオークションを知らないとかね。で、まあその有名な買取店あるじゃないですか、大黒屋とかお宝屋とか、そういうとこ、ああいうとこは割とあのフランチャイズで契約してる場合が多いんで、そもそもその古物市場とかブランドオークションという概念自体ないんじゃないかなと思ってるんですけど、あそこはあのなんか買い取ってもらったら本部に買い取っても販売するとかね、本部に販売するとか、まあ多分自分のその店舗でヤフオクに出品するとか、楽天市場で売るとか、もしくは多分おそらくなんですけど、本部のそういう、まとめてその出品してるような部署があって、そこに送って出品をしてもらうっていうような流れになってるんじゃないかなとは思うんですけども、だからまあ普通にですね、その独立して買取店をやられてるところで古物市場を知らないところって結構あると思いますよ、だからどうやって成功っていうかやってんのっていうね、よくやってられるなと思うんですけど、だから、まあ、知ってた方が絶対いいですよね、この情報として。でその前も言ったんですけども、その古物市場とかブランドオークションで、自分で販売するっていう選択肢もあるんで、それ使わないという手は まずないと思うんですけれども、結構ね、まあ、僕よく言ってますけど、大手のね企業で古物市場利用してるとこたくさんあるんですよ。これ最近この僕の動画を見始めた人は、まだその最近あんま言ってなかったんで、もしかしたらご存知ないかもしれないんですけども、その瀬取りとかね、瀬取りを生業にしてる瀬取りとか、中国人にはちょっと話が変わるな、店舗瀬取りとか電脳瀬取りで、瀬取りを生業としてる企業で、大きなね上場企業とか、大企業っておそらく存在しないと思うんですよ。瀬取りを専門にやってる上場企業ってあったらちょっと教えてもらいたいんですけど、基本的には上場してるそういう中古品の物販っていうのは、リサイクルショップとか買取専門店とか、ブランド品を扱うところが、基本的に主になると思うんですが、そういった大企業は、基本的にねこのね古物市場使ってるんですよ。で皆さんがあんまりちょっと知らないだけで使ってるんですね。で例えばトレジャーファクトリー使ってますよ。古物市場使ってるし、エコリング使ってるでしょ。ディスクユニオンさん使ってるでしょ。あとなんだっけな、セカンドストリート見たことありますよ、市場で。あとはどこ言うかな。あとはその自社で運営しているところ、自社で運営しているところですね。ハッピープライスグループは自分で、ブランドオークションやってるでしょ。で、なんぼやさんも自社でオークションやってますよね。で、さっき言ったエコリングもネットオークション自社のやつやってますし、あとなんだろうな、もう多分、探せばキリがない。下手したら大黒屋もやってる可能性あるんじゃないかなと思うんですけど、米表はどうかな？米表もやってそうな気がしますね。だからその、大手のね、リサイクルショップなんかも全然普通に使ってるんですよ。で、中堅ぐらいのリサイクルショップも、みんな使ってますよ。だから、何ですかね。今言ったのはもう、年商その100億円以上の規模の会社ばっかりだと思うんですけれども、数十億円規模、10億円以上とか、それぐらいの規模のリサイクルショップも、みんな古物市場使ってるんですよ。はい、だから何て言うんですかね、その選択肢として使わない手はない使わない手はないんですね、どう考えてもね。だから是非ですね、その売り先としても古物市場、仕入れ先としても古物市場、これをですね活用してもらいたいなというふうに思ってるんですが、僕はね
もう、割と飽きちゃってるので、この YouTube にコミットしてるんですけれども、そうですね、だからなんていうのかな、本当にね、この小布施市場のことをね発信してる人がいなかったんで、世界初のね、まあ、日本初ということは最近よく言ってるんですけど、日本初ということはね、世界初のね小布施市場の発信者になろうと思ってやってる感じです。はい、ということで今日は何の話だったかっていうと、何の話だこれ、独立するなら金券と貴金属は扱いましょう、そして古物市場を使わないという選択肢はないよと、そして名だたる大企業はねみんな古物市場使ってるんですよっていう話を、しましたテーマを決めずにちょっと喋ってすいません、なんかね、ゆるトーク版なんで、お許しくださいということでね、僕はこれからちょっと軽く仕事をしようと思うんですけれども、まあ、正直な話ね、うちのスタッフが、見てたらきっと怒るんだろうと思うんですが、そんなに力を入れてないのでごめんなさい、まあ普通にね夕方ぐらいまでは、リサイクルの仕事はしますが、その後はですね僕は YouTube とこの古物市場を発信していくという、そっちの方にコミットしてますので、まあ、夜中までそっちの仕事をやるというような感じですね。本当に僕は夜型なので、暗くなってからね、暗くなってからエンジンかかってくるんですよね。だから6時ぐらいをね、夕方の6時ぐらいを過ぎないとちょっとね、モチベーションが上がらないというか頭の回転がねちょっとねいまいちなんですよね、はい、という感じでした。まあ、このチャンネルではですねコメント欄の方からですね、この背取りとか転売とかですね、メルカリとかね、そういったことに関するご質問をいただいて、僕が動画で返信するということを行っています。そして今古物市場のことについて全面的に発信している関係上ですね、古物市場のこととか、まあ、ブランドオークションのこととか、あとまあ古物商の免許、ちょっとね古物商の免許のご質問いっぱいいただくんですけども、まあね、もう何年前に取ったのっていう話だから、僕個人の古物商の免許を10年以上前に取ってるのと、あとあれですよ、法人でもね取ってるんですけど、何年、これもね5年ぐらい前に取ってるんで、もうね記憶が定かではないんですね。あんまり一回取っちゃったらね、別になんか更新とかもないし、なんかあれなどうなってるんですかね、ちょっとわかんないけど、ね、覚えてないんですよ、とにかくだからね、まあいただいた質問にはですね、ちょっとその辺は調べてお返ししたいと思うんですけれども、管轄はね最寄りの警察署の生活安全課になっているので、まあ、そこに聞くのが一番間違いないんですが、まあ警察官の人もね古物商についてねあんまり詳しくないん で担当者もね結構少ないんですよ。だから返答にね時間がかかる場合もありますね。本当多分ね警察署にね古物の担当者1人か2人ぐらいしかいないと思いますよ。で分かる人がいないんでちょっと折り返しますねとか、そういうような対応されると思いますね、うん、だから、古物商に関する質問は、苦手ですまあそんな感じかな、そのとこです。でそれ以外のことに関して、まあ、特に、おそらく皆さんメルカリのことの方が、そっちの方がね疑問に思ってる方いろいろいらっしゃると思うので、メルカリもねもう1万件以上の取引はやってきているので、まあ、多少は、マシなことがお伝えできるんじゃないかなと思いますね。あとヤフオクに関してはね、ヤフオクはもう長いことやってきているので、でも10万件以上の取引は余裕でやってますので、まあ、それなりの回答が、まあ、未だにやってますのでね、それなりの回答ができるんじゃないかなとは思ってます。はい、あとアマゾンについてはね、僕はあんまりねアマゾン好きじゃないんですよね、正直言って。でうちのスタッフに丸投げし状態なんですけれども、アマゾンあんまり好きじゃないので、まあ、最低限のことはわかるんですけれども、なんか裏技とかね詳しいテクニックみたいなねところに関してはちょっと苦手ですね、うん、まあ、そんな感じです。でまあ、古物市場関係のことは、まあ、おそらくある程度はお伝えすることができるかなとは
思ってますね。でこの古物市場についてのね Q&A やってる人なんでね、多分これは間違いなく僕一人ですよあの他にはいないでしょうね、うん、でまだ今のところこの音声ベースとかね、まあ、テキストでもそうですけど音声ベースであと動画ベースで説明してる人はおそらくまだいないんじゃないかな。まあ、なんかねその古物市場の風景とかなんか仕入れてきたものを紹介しますみたいな人はまあちょこちょこいますけど、なんかねこの暗黙のルールがこうですとか、金額のね専門用語がこうですとか不調がこうですとか、なんかそんなことまでね事細かく発信してるのは僕ぐらいだと思うので、よければコメントからご質問ください。はい、ということで、あ、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ということで最後なんかお知らせの方が長くなっちゃった気がするな。ということで、ちょっとね、まあ、まだお日様が出てるので、ゆるゆるとね仕事をして、6時からエンジンをかけて働こうと思ってる今日この頃でした。ということで最後までありがとうございます。次回もまたお願いします。夕方の7時はですね多分声がベースのなんか動画がアップされるので、そちらもですね気が向いたらよろしくお願いします。はい、ということで、バイバイ。バイバーイ。